両側のカバーオープンボタンを押して、トップカバーを開け、プリンターを裏返します。両端を押しながら、カバーヘッドを取り外します。インジヘッドを押し込みながら、手前に移動します。インジヘッドの突起を本体のプレートとスプリング間から抜き、コネクタ2つを外します。コネクタ2つを取り付けます。インジヘッドの突起を本体のスプリングとプレート間に差し込めます。インジヘッドを押し込みながら取り付けます。この時、インジヘッドの爪が本体の穴に差し込まれていることを確認してください。カバーヘッドを取り付けます。動作確認を行います。AC アダプターのケーブルコネクターを電源コネクターに接続します。この時、AC 電源コードは外してください。AC アダプターに AC 電源コードを接続し、プラグをコンセントに接続します。ペーパーカバーを開け、用紙をセットします。スピードキーを押しながら、電源をオンにするとテストインジを行います。動作をご確認ください。